単一のサーバーによる配信 CDN による配信コンテンツデリバリネットワークとはウェブコンテンツをインターネット経由で配信するために最適化されたネットワークのことである。コンテンツ配信網とも呼ばれる。1990年代以降ネットが一般に普及するにつれ大手サイトからのリンクやテレビといった他メディアからのリンクにより通常想定されていない。 大量のユーザーがサイトへ集中し、反応が遅くなったり、全く応答不能になることが多くなってきた。このような現象に対処する場合、サーバーを一箇所だけに置くのではなく、地理的、バックボーン的に分散させるのが効果的である。同一のコンテンツを多くのサーバーでミラーする手段としては、単純な DNS ラウンドロビンから P2P、地理情報を加味した。 複雑な配信技術まで様々なものがあり、研究、実用化がなされている。CDN は、ある意味インターネットにおけるエコシステムであり、CDN 事業者が提供する分散された、エッジサーバーより配信を行うことで、インターネットサービスプロバイダーが、相互接続提供するインターネット上バックボーンに、不要なコンテンツトラフィックを流入させず、 同時に表示高速化が得られるという効果が期待される。CDN を用いることにより、Web のみならず、大容量アプリケーション、音楽、動画の配信や、オンラインゲームといったブロードバンドのコンテンツを、配信することが安定かつ低コストで行えるようになる。そのため、ビジネス分野において注目されている。近年では、CDN は、講義の配信効率化サービスとして、 広がりを見せており、動画配信、ソフトウェアダウンロード、ウェブサイトへのアクセス高速化、分散、負荷軽減をはじめ、構成上 DDAS 攻撃などのボリューム攻撃への高耐性を持ち合わせている点で、セキュリティ分野にまで活用の幅を広げている CDN の配信サーバー拠点と呼ばれるは、通常、広範囲かつ複数の場所に展開され、多くの場合、 複数のインターネットバックボーンを介して展開されている。利点として、自社保有サーバの負荷軽減、接続回線帯域幅コストの削減、ページの読み込み時間の改善、または、コンテンツのグローバルな可用性の向上が含まれる。CDN を構成するノードとサーバーの数は、アーキテクチャによって異なるが、場合によっては数千のノード、エッジサーバーと呼ばれるサーバー台数としても、 数万に至るケースがある。コンテンツのリクエストは通常、分散された DNS のクネーム解決から、ユーザーもよりの設備 IP を返却するアルゴリズムを経て、最適なノードにリクエストが送信される。CDN における、DNS 解決での最寄りノード、エッジサーバー指定接続元ユーザーもよりのノードポップを、判定する際には次のフローにて、 DNS 解決での処理が行われる。URL を入力した際に、ユーザー DNS にて、当該 DNS 内容を解決リクエストする、意図的に記述されたクネーム、1000DNS に再接続される、CDN 事業者の DNS システム内で、ネットワーク上最短経路情報や、エッジサーバのパフォーマンス状況などのアルゴリズムより、 最適な拠点の IP が返却されるここで、最終的にユーザーから返却された IP に、接続リクエスト送信。接続元ユーザーから、最寄りノードエッジサーバーへの判定アルゴリズムとしては、各社様々なメトリックスを使用しているが、一般的にはユーザーが接続している、ISP 設備へのネットワーク上ピン結果や、物理的なエッジサーバーの付加指標などを、 スコア化しているケースが多い。CDN はコンテンツ配信を最適化するように設計された技術を採用し活用することにより、エッジサーバーへのキャッシュによるサーバー負荷分散、キャッシュできないコンテンツの投下ルーティング等の結果によりウェブサイトへの可用性向上が可能になっている。各ユーザーへのサーバー負荷分散は 戦術したエニーキャスト DNS クネーム解決によるサービスベースを呼び、その後のノード内機器ベース分散を含む一つ以上の手法を使用して複数のユーザー間でトラフィックを共有している。スイッチには単一の仮想 IP アドレスが割り当てられており、スイッチに到着するトラフィックは配下に接続されている。実際のエッジサーバーの一つに転送される。 これには、万が一障害が発生した場合、エッジサーバーの負荷を再分散し、サーバーのヘルスチェックを提供することで、負荷のバランスをとり、仮想的な総容量を増やし、スケーラビリティを向上させ、信頼性を高めるという利点がある。キャッシュ可能な性的コンテンツと透過する動的コンテンツで、負荷分散と表示高速化を実現コンテンツキャッシュは、 要求されたコンテンツに対する需要が最も高いエッジサーバーを中心に人気のあるコンテンツを保存する。これらの共有ネットワークアプライアンスはオリジンサーバーと呼ばれる配信元サーバー設備の帯域幅の要件、サーバーの負荷を減らしキャッシュされているコンテンツのクライアント応答時間を改善することが可能である。コンテンツキャッシュはユーザーからの要求または コンテンツサーバーから配布された、プリロードされたコンテンツに基づいて作成される。CDN では主に更新の少ない性的コンテンツ、及び都度、ユーザーごとでのウェブサーバー側での HTML 生成が、必要な動的コンテンツに2分されるが、性的コンテンツは、サイト内容量の大部分を占めるケースが多くキャッシュを、することにより、ウェブサーバーのリソースを、 動的コンテンツ生成に振り分けることができる。またネットワーク上ピアの良い箇所に CDN 設備は設置されていることが多いため、結果としてサイト全体の表示高速化につながるケースが考えられる。ストリーミングビデオなどトラフィックの急速な成長により、この需要に応え十分に質の高いユーザーエクスペリエンスを提供することで加入者を維持するために、 昨今インターネットプロバイダーは多額の設備投資を行っている。膨大な接続要求やダウンロードに対応するために通信事業者はネットワークバックボーンへの不要なコンテンツトラフィックを軽減し通信インフラへの投資を削減する手段として独自のコンテンツ配信ネットワークを立ち上げ始めている。利点通信キャリアが提供する CDN は コンテンツが送信されるネットワークやバックボーンを所有しているため、従来の CDM よりも優れているとされている。ラストマイルやバックボーンの観点から、インターネット接続上効率の良い拠点にキャッシュできる。ため、エンドユーザーのより近くからコンテンツを配信できる。このディープキャッシングにより、コンテンツが一般的なインターネット上を移動する距離が最小限に抑えられ、 より高速かつ確実に配信することが可能になる。また、従来型 CDN 事業者は、接続回線をリース調達し、各種オペレーションの費用マージンを、独自のコストモデルに組み込む必要があるため、電気通信事業者による CDN には、コスト上の利点も考慮される。さらに、CDN 利用者によって実行されるコンテンツ、 管理操作やユーザーの利用動向によっては、とある限定された地域や時間帯での利用率が大幅に変化する場合があり、各回線や設備リソースをリース契約している一般的な従来型 CDN 提供事業者にとっては設備マネジメントに多くの課題をもたらす。対照的にテルコ CDN 事業者はリソースの使用率をより適切に制御できるため、 サービスとユーザーエクスペリエンスの品質向上が期待できる。一般に CDN を利用する場合は単一の CDN 業者を利用することになる場合が多く当該 CDN に何らかの障害が発生した場合にはそこが単一障害点となる問題がある。一例として2021年6月に発生したファストリーの障害では a m a z o n .com スラッシュ ebay スラッシュ spotify スラッシュ paypal などの世界的大企業も障害に巻き込まれており一説には被害総額は1500億円を上回るとも言われた対象外性を確保するために複数の CDN 業者を並行利用するマルチ CDN と呼ばれる手法もあるがコストやセキュリティ等の面で問題があるため実際には マルチ CDN の利用は現実的ではないという意見もある。また、世界的な CDN 市場は赤米クラウドフレアファストリーの3社による河川が進んでおり、そもそも選択肢が限られるという指摘もされている。IoT デバイスの増加により、データセンターやクラウド上で処理される大量のデータが生成され、クラウド側ネットワーク帯域幅の要件が 限界に達しているケースが少なくない。IoT デバイスは常に、クラウド側とのリアルタイム性を要求される、データ通信が発生するため、コンテンツデリバリネットワークを構築して、データとサービスのプロビジョニングを分散し、エンドユーザーとの物理的な近接性を持つする、必要がある。従来、CDN 提供用途のみであった、エッジサーバーを、 仮想化サーバーとしてユーザーに開放しユーザーが自由にアプリケーションを配置してエッジコンピューティングとして利用できるサービスが広がっている。近年の日本国内 CDN のシェアはクラウドフロント、クラウドフレア、赤米の3サービスによって大半のシェアを占めている。ありがとうございます。